皆さんこんにちは。北海道二見郡八雲町出身の山口博信です。そうですね、僕は北海道式劇場では美女と野獣とオペラ座の怪人の2つの作品で出演させていただいたんですけれども、やっぱり地元ということがあって友達とかの家族の方とかみんな見に来られて、とっても嬉しかったんですけれども、一番印象に残ってますのはうちのおばあちゃんが初めてそういうミュージカルみたいなものを見に来て、こう僕の初舞台の美女と野獣を見ていただいたんですけれども、その時に後で会ってどうだったって聞いたら、いやお前はカーテンコールで2列目にいたけど1列目になるようにこれから頑張っていけと、2列目にいつまでも いたらいかんぞみたいな、そういう励ましをもらったのをすごい覚えてますね。それでもう頑張んなきゃなって自分で思ったのを覚えています。まず劇場に入っていただいて、こう波の音とかその場 の劇場の雰囲気とかを感じていただいて、こうリラックスしてまずいただいて、それから本番が始まってワクワクの後にこう最後にフィナーレは感動みたいな、そういういろんなものが詰まった作品だと思いますので、どうぞお楽しみいただければと思います。北海道式劇場のファイナル作品リトルマーメイド札幌公演の千秋楽まであと1ヶ月、どうぞお見逃しなく。ありがとう北海道式劇場。